ましょう。ブリリアント女子部パヤヨ。さあ今日はですね、なんとアンナちゃんお休みで。はい、私一人で行ってまいりました。今日はですね、専門店を二つご紹介します。それではどうぞ。清武町にやってきました。さあ一軒目の専門店はこちら、ハニーポテトさんです。気になってたんですよね。ちょっと早速行ってみましょう。芋、芋、あすごい香りが広がってる。こんにちは。こんにちは。もうすでに香りとこの並んでるものでなんとなく予想はつくんですけど、ちょ聞いてもいいですか。こちら何の専門店ですか。焼き芋の専門店です。焼き芋、はい、そうなんです。なんと焼き芋専門店、去年11月にオープンして以来、昼過ぎには完売してしまうほどの人気店なんです。なんでまたこの焼き芋専門店なんですか。はい、私がちょっと知人からこの焼き芋、あのお芋自体をですね、ちょっと紹介していただいて、食べたところびっくりするほど美味しくて、でそのお芋自体もいいんですけれども、もうちょっと焼き方を良くして、もっとあの美味しい提供の仕方がないかなと1年ほどかけてですね、研究して、であのやっと納得いく焼き方ができたので美味しいなと思って始めました。ハニーポテトではねっとり甘い宮崎ハニー芋とほっくり甘いシルクスイートみつみつの2種類の焼き芋を販売しています。早速いただいてみました。こちらは宮崎ハニー芋というお芋ですね。あれ、え、めっちゃ柔らかいけど、ちょっと割れるこれ。あーすごい綺麗な色。こんなに柔らかい。そして香りがパッと広がって、結構ねっとりふわっと広がっていく感じですね、口の中で。わっ、こんな今初めて食べた。低温で、中の温度が60度から70度ぐらいを保つ時間が長ければ長いほど中の糖度が増してきますので、こちらも2時間かけて焼いてますので。2時間。焼き方は企業秘密でお見せできないんですが、1年間研究した焼き方は芋農家さんもびっくりな甘さを引き出しています。これ何回食べてもちょっと驚く、この美味しさ、甘さ、ね、天然のスイートポテトを食べてるみたいで、そして皮も美味しいですもん、しっかり、はい、ですね。蜜もあっちほら、また全然違う。しっかりとしてますね、こっちは。でもいい色。わ、全然違うんですね、さっきのお芋と。またこれはさっきのよりも本当にさっぱりとした感じでいただける甘さ、ね、こちらのお芋はバターをのせたり、あとマヨネーズをつけて食べられる方が。なるほどね。これ今ちょうど想像しましたけど、実際ちょっとやってみたいなっていう。やりましょうか。いや、あ、やりますか。もう行きますね。はい、うん、あるんですか。うわ、どうやっちゃろう。いただきます。めっちゃ合うじゃないですか。マヨネーズの若干この酸味というか、それとこの甘さが、自然な甘さがグッドマッチしますね。そうですね、グッドマッチ。2回言いましたね。今あったことで。マヨネーズあるんだ。甘いポテトサラダ食べてるみたいな感じになって、惣菜見たくなります。あ、しっかりお腹にもたまるからいいですね。なんかお店のおすすめは、その名も食べ比べセット。宮崎ハニー芋とシルクスイートみつみつが詰め合わせになってて、欲張りさんにはたまらないセットです。お土産に最適ですよ。そして新メニューのスイートポテトスープ、これね、一度飲んだらやみつきです。芋を使ったスイーツも開発予定ということです。楽しみですね。
どういう風な方にもっとこう食べてほしいとか思いがありますか？まずは県内の方たちに食べていただきたいんですけれども、ゆくゆくは全国のお芋になっていただければなと思って、宮崎県の特産品を目指して頑張っていこうと思います。ぜひ皆さん食べに来てください。おいしいですよ。若草通りにやってきました。続いてご紹介する専門店はこちら、ポストカード専門店宮ポスさんです。すごい種類のポストカードが並んでますけど、これ東郷さん大体何枚ぐらい、何種類ぐらいあるんですか？今合計で大体700から800種類あります。700から800もあるんですか？はい。このお店をオープンするっていうきっかけは何だったんですか？はい、話の発起人は私なんですけど。ちょっと待って。早っ。あれ、ちょっとそこだけ譲れなくて今すぐ出てきちゃいましたけど。ちょっと待ってください。谷川さんじゃないですか？バレましたか？バレます。もう見えてますから。これブリリアントでお世話になった谷川さんが発起人、はい、そうなんですよ。実は私が発起人で。そうなんですね。みんなやろうやって。きっかけは私自身がすごいポストカード好きで、でそのポストカード愛みたいなのをすっごいいいんだってっていうような話でさせてもらった時があって、うん、で宮崎って結構絵を描くメンバーだったりいるんですけど、なかなかそれを発表する場もないっていうような話になりまして、それだったら私の好きなポストカードとアーティストがこう作品を披露する場っていうのが一緒になったらいいんじゃないっていう話で盛り上がりまして、じゃあ当時だったら人を集めようということで、ミヤポスという企画がスタートしました。はい、出会いですからね、やっぱりね。はい、もうミヤポスをきっかけに今まで知らなかった絵描きさんと知り合うきっかけとかもたくさんできたりしたので、すごい今いいチームがね、はい、できてるね。できてます。はい、それでは東郷さんの作品をいくつか見てみましょう。この詩を書くときには普段自分が感じたことから、あ、他の人が見たら元気になれればいいなって思って、はい、書いてます。またこの宮崎弁なのが、なんか他のね、もし送った時に県外の方に送っても、あ、宮崎弁ってちょっとね、はい、あ、なってくれれば嬉しいですね。なりますよね。食べ物のイラストを描くのが好きという東郷さん、お寿司や宮崎の郷土料理をポストカードにしちゃいました。観光客の方に人気なんだそうです。続いて谷川さんの作品をいくつか見てみます。今年鳥年ということもありますし、鳥のポストカード今日のこの日のために新作として持ってきました。そうなんですね。新作、はい、新作です。めっちゃ可愛い。この色合いとかも素敵ですね。ありがとうございます。いや、可愛い言葉、はい、でさっき東郷さんのも言葉がありましたけど、はい、またやっぱそれぞれでね。そうですね、違いますよね。はい、私もすぐくよくよしちゃうんでですね、元気になるときに携帯に言葉を貯めておくんです。でその中から選んで詩にするっていう。なるほど、そういう制作過程があるわけですね。はい、もうくよくよした時がチャンスだと思うようにしてます。なるほど。まだこれ以外にもお二人作品たくさんあるんですもんね。はい、そうです。はい、約100種類ずつあります。私たち個人でも、はい、100種類ずつ一人が 100? はい、それそれそれどんだけ大丈夫ですか？相談乗りますよ。こんな思いも。でもここにぶつけてたりとか ね、皆さんと共有するためということですからね。そうですよ。ミヤポスでは新たに缶バッジやトートバッグの販売も行っています。トートバッグはポストカードのイラストをそのままプリントしてもらえるんです。ポストカードを通じて書くだけではなく販売の仕方を勉強中なんだそうです。自分の作品で人が笑顔になったりとか癒しになったりとか、そういう手段は、まあ、今ポストカードだったりこういうバッグなんですけど、そういう作品を一個でも多く作っていけることが私の目標ですね。いろんなチャレンジしたいって思ったことをチャレンジできる場所にしていただければと思います。確かに、まあ、今29名っておっしゃいましたけど、はい、きっとまだ他にもたくさんね、つながっていない方もいらっしゃるでしょうから、はい、そこからまたたくさんつながって、そしてまたそこから発信してね、笑顔になる人が、もうすでに私だいぶ笑顔でここ過ごしてましたんで、はい、もっともっとたくさん増えるようにですね、ぜひいろんな作品ありますので、皆さんのお気に入りの1枚見つかると思います。遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。待ってます。はい
すごい顔が出ちゃった。めっちゃ美味しそうなの食べてませんでした。そうですね、今回2つ専門店ね、ご紹介させていただいたんですけど、まあ、はなちゃん来ないということなんで、もう全部私が食べました。ずるしょうがないよね。だってね、お芋大好きなんですけど私。ね、あの女性結構ね、お芋好きな方も多いんでしょうけども、今回ハニーポテトさ、私もすごく気になってて、でなかなかお店の中に入るということできてなくって、今回行ったんですけども、まあね、まあ美味しかった。もう絵力もありましたよ。そう、パカッと開けた時のあの、ね、色だったよね。あの宮崎ハニー芋って最初に食べた方のお芋、うん、はい、ちょっとねっとりした感じなんですけど、ね、初めて食べたわこんな甘いのっていうぐらい、やっぱりじっくり低温で2時間焼いてますから、うん、そんなに焼くんだよ。あ、それはびっくりした、ね、じっくりじっくりっていうのが。最初パッて見た時に、あの蜜が、そうそうそう、あれもわざわざこう上につけたんでしょ、っていうぐらい、ね、うん、あれやっぱりじわっと出てくるんですって。もうね、お店に入った瞬間のあのお芋のね、香りが、早く食べたいみたいなことで、ね、今回ね2つ食べさせていただいたんですけど、シルクスイートみつみつはどっちかというと、もうちょっとさっぱりしてて、うん、はい、あのマヨネーズとかね、ベストマッチング、ベストマッチング、ベストマッチング、はい、美味しかったですね。これもまた、だから2つ食べ比べるっていうのが、私もあの取材が終わって、あのちょっとお土産にということで食べ比べセットを買って帰ったんですけど、まあ美味しくってですね、ぜひいろんな方に食べていただきたいなと。結構もう早い時間で売り切れたりするみたいなので、早めに皆さんちょっと行っていただいて、もう口の中がもうお芋なんですけど、私今日買ってくればよかったけど、ごめんなさい、ありません。素人さんないですか、自分で言ってください。あのオーナーのね、ま、あの前野さんは実は焼き芋が得意ではなかったんだけど、あのそのお芋に出会ってじっくりこう焼いていくことで、この甘さは自分でも食べれるっていうことで、お前さんもおすすめしてるお芋ですのでね、ぜひ男性にもおすすめですよ。さあ、そしてですね、ミヤポス、うん、はい、こちらはポストカード専門店のお店なんですけど、まあぎっしりポストカードが、ほぼ狭でしたね。そうなんですよ、写真だったりとか、うん、それこそ、ね、絵を描いてということで、まあ、今回はあの東郷さんとあの谷川さん、お二人に出ていただいたんですけども、うん、またお二人のもそれぞれがやっぱり全然違って、可愛らしいポストカードで、ね、私もポストカード大好きで、いいですよね、この四角い中にね、思いがいっぱい詰まっててね、なんかそれを誰に送るかっていうので、こう買ったりとかね、また自分で何かこう貯めておくっていうことでもね、いろんな方にこう思いを届けたいということで、まあ、現在宮崎在住出身者29人のクリエイターの作品700点から800点ほどあるということで、すごい、はい、もう一つずつ細かく、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。そしてプレゼントいただきました、ご紹介します。ブリリアンツでご紹介しましたハニーポテトより食べ比べセットを5名の方に、そしてミヤポスよりポストカード5枚セットをお二人の方にプレゼントです。応募方法番組の最後でお知らせします。ぜひ皆さん、どちらのお店もおすすめですのでお出かけください。以上、ブリリアンツ女子部でした。はい、では CM の後はビボーンお送りします。